16節湘南戦、この時1対1、82分にレアンドロ・ダミアンの得点で追いついたんですが、逆に言うと83分以降今シーズンビハインドだった。今日ねベンチの塔のあたりもそういう話はしていて、やはりあの薫、青、まあ、三笘とね田中が抜けたから負けたとは言われたくないという。さあレアンドロ・ダミアン、おお村上、車屋です、シミッチ、さあ宮城取った村上、いやシミッチから宮城、絶妙なタイミングでボールも出て飛び出していきましたが、家永、いい展開ですね、宮城、あっとアビスパ福岡の選手に当たった、橘スルート、ダミアン、そして橘田、この当たりが速い、そして宮城グランダー、あっと家永でしたが、旗手ですが、最後旗手でしたが、一連の流れご覧いただきます、はい、まあ、山根選手から、まあ、ここスルーでね、まあ、コンビネーションうまく使って宮城選手がワンタッチでね、素晴らしい決定的なクロスをね供給しましたし、まあ、うまくね旗手選手が、さあシミッチ細かいパスつないでいく、この辺りの崩し川崎らしさというところになる、さあダミアンに出た、ダミアンと村上、いや今日は村上序盤から大忙しですが、今最後はレアンドロ・ダミアン、ね、中央にあまりなかったんですけど、まあ、そこをしっかりとね、うわしかし村上もアピールをしているような形にも見えましたが、さあ立花だ、レアンドロ・ダミアン、クロスが入る、村上また出た、こぼれた、家永浮いた、最後は家永、大西監督も杉本、クルークス、クルークス、攻撃に、ね、非常に厚み加わりましたし、まあ、ここで、まあ、シュートのこぼれをね、まあ、自分の得意な形といいますかね、まあ、シュートを受けるカットインですけど、まあね、こう彼の得意とする位置にねボールをしっかり置けましたし、はい、まあ、あとはねもう彼の、まあ、自信のある、まあ、フィニッシュですよね、まあ、距離ありますけどね、素晴らしいシュートでしたね。そして山根、さあ川崎どう崩すか、遠野抜けてきた、家永、と家永が抜けてきたんですが、まあ、家永選手が、まあ、ここワンタッチで、ね、うまくはたきながら3人目で、まあ、出てきましたけど、そして試合終了のホイッスル、フロンターレ今シーズン初黒星、大仕事をやってのけたのはアビスパ福岡です。この1勝はただの1勝ではありません。5年ぶりの福岡にとっては、อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification